そろそろね、リハーサル開始となります。今日は映像とかね、配信の準備とかですごいバタバタしてますけど、無事にリハーサル終わると、やっぱね、リハーサルが良くないとライブもね、緊張できないんで、しっかりやりたいと思います。はいどうも、ひざきです。今日はですね、5月1日に行われたひざきライブルサルカのね、舞台裏の方をちょっと紹介したいなと思います。こういう PA さんとかもね、いろいろいじってもらって、いい音を作ってもらいました。そして、サウンドチェックが始まります。僕の機材のシステムではね、ディレイは TC エレクトロニックの TC2290 っていうディレイのエフェクターを使ってまして、それが本当に気持ちよく、もう手放せない存在ですね。そして、カメラも入れてリハーサルですね。結局カメラは多分7台ぐらいかな入ってたんで、配信中も使ってないカメラとかもあったりしたんで、今後何かで出せるかもなんで、楽しみにしといてください。リハーサルもね、2時間ぐらいもう詰めに詰めて、みんなが納得するまで全ての流れをね、しっかりやりましたね。そしてベースのね、しょうよさんの足が細いっていうね、なんて羨ましいな。リハーサル自体はね、すごいいい感じだったんですけど、機材トラブルというか、なんか真空管なのか照明がついたことによってね、入ったノイズかわかんないですけど、原因がすごい下がるっていうね。そのくせハウリングするっていう感じでね、ちょっとすごい扱いにくかったんですけどね。はい、ひざきライブルサルカ、まもなく本番です。そして本日のゲスト、バイオリンのジルさんです。はい、ジルです。よろしくお願いします。あら可愛い。いやいやいや、可愛い人になるとちょっと。はい、そんな感じでもう本番まもなくで、はい、こんなものを今撮ってていいのでしょうかっていう状態ですけど、まあね、まあ残念ながら。お客さんなしで無観客配信となりましたけど、はい、まあその代わりね、いろんなミックスの音とかで、ね、そういうところでこだわって、まあライブの代わり以上のものを見せれたらな、まあ、これはこれ配信としてのライブハウスでやる配信としての完成形を見せれたらなと思います。はいはい、こんな感じでね、急遽ジルさんにはね、曲を追加で増やして増えました、ね。いやでもね。やっぱすごいね。いや嬉しいです。ありがとうございます。バンドに、まあ普段やってるのがやっぱね、あれだからバンドに合うバイオリンもしっかり弾き方とかそういうところもね、合わせてくれるっていうのがね、すごいやってて気持ちいいなっていう感じで。よかったです。はい。まあジルさんのね、YouTube の方もあるんで。はい。はい。ありがとうございます。弾いてみた。そうですね。弾いてみた系をやってます。はい。なんか今度やりたいです。ぜひぜひ。やりましょう。弾いてみたなのか。何してみますか。弾いてみますか。クッキングチャンネル。お、いいですね。作ってみたですね。うまそうやもん。いえいえ。でも結構料理はします。料理はしますね。はい。まあ酒のつまみみたいなもんばっかり。そうやんな。結構酒飲みやん。飲みますね。はい。そんな感じでね。またお互いコラボとかもできればと思うんで、はい。よろしくお願いします。します。それではライブに行ってきます。行ってきます。そして、本番の方始まりました。そうですね、無観客配信になりましたけど、なんか自分の中ではね、この作品を作るみたいなイメージでね、このライブに挑めたんで、まあ、いろんなことを気にしつつですけど、まあ、素晴らしいライブになったんじゃないかなと思います。セットリストでいうともう11曲連続とかバンドメンバーはそうですね、まあでも僕とかはギターとバイオリンだけの曲間に挟んだりして、まあ、もうずっと出っ放し、まあ、あんまり MC はしなかったんですけど、まあもう2時間フルで走りっぱなしみたいな感じのライブでしたね。まあ、このロザリー・ソナタとかはね本当にバイオリン入ってもっと曲が良くなったというか、もともとバイオリンが弾いてるようなメロディーをギターで弾いてたりしてたんですごい相性がいいなみたいな感じで改めて思いましたね。今のねバイオリンソロからこの「ルサルカ」っていう流れもね結構やっぱ感動的というか、結構ライブの中でもこうグッときた部分かなとは思いますね。本編ラスト前ですね、リリーです。今回のね日崎ライブ「ルサルカ」の中でも、一番のハイライトの部分になったんじゃないかなと思います。自分で弾いててもねすごい感動したし、皆さんにね思いを届けるっていう意味でも、すごい気持ち込めて弾けました。まだまだねやっぱり世界中が大変な時なんで、そんな時にはこの日崎の音楽で皆さんにね少しでも癒しを届けられたらなと思っております。そんな感じで、一人しゃべりですが、皆さんご視聴どうもありがとうございました。